まず手塚さんが訪れたのは中富良野町。わあ、綺麗ですね。たくさんのラベンダーが咲いてます。わあ、これなんていう種類なんだろう。わあ、いい香りですね。ファーム富田は富良野のラベンダー観光発祥の地。国内外から年間100万人が訪れる人気のスポットです。いい香りに誘われてお店の中へ。いい香りしますね。香水ラベンダーだって。あ、すっごくフレッシュな香りがします。1958年に香水や化粧品の香料としてラベンダーの栽培を始めたファーム富田。お土産の香水はもちろん、ラベンダー風味のソフトクリームも人気です。園内には12の畑があるということで、おすすめの畑をファーム富田の村井さんにお聞きしました。村井さん、こんにちは。こんにちは。初めまして、手塚と申します。村井です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あのね、村井さん、この広い敷地でなんかおすすめの写真撮影のスポットがあるって聞いたんですが、はい、昔ですね、国鉄のカレンダーに採用されたとってもいいスポットがあるんで、ぜひご案内いたします。ファーム富田は1975年に旧国鉄のカレンダーで紹介されたことで全国的に知られるようになりました。ラベンダー畑と十勝岳連峰に挟まれた田園地帯を走る列車が印象的です。ずいぶん上がってきましたね。そうですね、うん、もうそろそろこちらがそのカレンダーに採用されたスポットですね。ここすごい景色。国鉄はどこら辺に走ってたんですか？と今も実は線路はあるんですけれども、うん、あれだ、はい、あの横に1本、はい、今もじゃあそこ通りますか？ あそこ今列車も通ります。じゃあちょっとそのタイミングで写真撮ってみたい、ね、ということで手塚さんも同じ構図で撮影にチャレンジ。来る？あ、そうそう来そうです。あ、来た。あ、来た。おー、早い。おー、すごいバッチリ。もうこれ連写がいいですね。あ、これ全然映ってない。ちょっと連写しすぎた。ちょっと待って、いや村井さんちゃんと言って。いや、めっちゃ言いましたよ。ちょっと待って。あー、ほら撮れてますよ。あ、いい感じですね。ねー。